たちが恐れおののく敗北者から復活を述べた伝える戦闘的な説教者に変わる、ね、このですね、劇的な変化、ね、の背後にはやはりイエス様の復活の、まあ、歴史的な事実が存在するんだと、ね、いうことですね。そして、まあ、敵対者である、まあ、ユダヤ人たちもですね、この墓が空であったことを、ね、語ってるし、またこの、どう言いますか、このそれをですね、別の形ですね、まあ、盗み出したんだというね、いうような形ですね、これは、まあ、彼らの、まあ、言いがかりと思いますよね。どちらにしても敵対者も墓が空であったことを、まあ、証明している、ねね、そして、まあ、復活の体の性質ですね、イエス様の復活の体、ね、でこの復活の体はですね、この一方においてですね、血肉の体は神の国を相続ができないと言われているね、天では物質的な体を持つことができないという、まあ、他の人も、他方では復活後イエス様は食事をし、その姿を明らかに認識できる、ね、その上手の釘の跡と脇腹の槍で刺された傷はなお肉体を持っていたことを暗示している、ね、でこの矛盾をです、ね、調和させようとしたらですね、イエス様はこの時点で復活しておられたが、まだ昇天されていなかったことを心に留めておくことが重要です。我々の復活の時の体は一気に変えられる、ね、しかしイエス様の場合は復活と昇天という二つの出来事は一つにされている、分離されている、ね、したがって復活の時点でイエス様が持っておられた体はですね、昇天の際により完全な変異をしなければならない、ね、御霊に属する体というものですね。だから、まあ、イエス様の場合はですね、このまあこれですね、復活の体、ね、復活の体とですね、この昇天された、ね、この栄光の体といいますかね、ね、まあ、こういう、まあ、2段階があるんじゃない、ね、しかし私たちはですね、このね、まず死んでいるものに目指して引き上げられ、そして生きているものはそのまま引き上げられるんですね。ここにおいてですね、私たちはこの復活の体ね、ね、そしてこの栄光の体ね、ね、これはまあ一体であるね。イエス様はここはまあいたらこの二段ね。2段階であったのではないかというね、まあ、こういうふうな感じですね。でですね、このですね、復活の体がどうであったかということもね、まあ、非常にまあ重要な、テーマなんですね。でこれはですね、なぜ重要かというとですね、私たちがですね、再臨の時にですね、このどういうこのね、体とされるんです、ね、そしてイエス様はこれは地上でしょ、ね、地上、ね、そしてここに千年王国がある、ね、そして最後にですね、この、まあ、新天神地に変えられると、ねね、私たちはですね、この人生のですね、この死んだ時にですね、このね、ウルサミサ申告学に聖されたあれによる死後直ちに、ね、神のもとに迎え入れられると、ね、肉体は朽ち果てる、ね、しかし霊魂は、ね、滅びることなく、ね、永遠の生を持っているので神様に、ね、もとに迎え入れられる、ね、常にこの、まあね、パラダイスに天国に入れられる。しかしこの中間状態、ね、というのはまだこのね、体を着せられていない、ね、裸のままで、ね、
それが永遠することになるんですね。体を着せられるんだよね。復活の体へこの体を着せられるんだよね。でこの体がですね、このまあ言ったらこの今日、まあ議論になっているのはですね、このどう言いますか、まあ、一般にですね、天国と言われているものはどういうものなんだろう、そして天国における私たちのですね、この存在ね、存在というのは一体どういう存在であり得るんだろうってね、こういうまあ言ったらこのどう言いますか。問題、ね、について、まあ、一つこう、まあ、議論が深まっているという、ね、ことですね、それでですね、その中で一つ、まあ、非常にポイントとなっているのはですね、この神様のですね、まあね、神様のね、こちらはまあ言ったら歴史的に言えばですね、こうね、まあ創造があるとね、創造ね、そしてまあ堕落して食材が必要になったね、しかし贖われてですね、このね、そしてあれで新天新地がもたらされるね、ね、天地ね、創造ね、でこの古いとね、そういうこの非造物世界と新しいといわれるこの新天新地、ね、のですね、この連続性と非連続性はどういう関係にあるんだろうか、ね、でこれがですね、まあ、また皆さんもね、いろいろ試作してもらってですね、終末論とか創造論とかね、いろいろ、まあ、試作する中でですね、この例えばですね、このどうですか、こういう本ですね、まあ、キリスト教の天国というね、天国の歴史とかね、こういう、まあ、本が最近、まあ、たくさん出ておりますが、その2冊持ってきたんですけど、非常にいい本かなと思ってますね、でこのね、天地創造の庭でしょうかね、エデンの園の庭ね。で、この終末において何が目指されているかというと、ね、この前言ったらそのエデンの園の完成ですよ、ね、でそこはですね、新しいエルサレムであり、ね、都市である、ね、完成された都市である、ね、この非常にまあ現象的な庭からですね、もうなんていうか宝石で満ちたような世界としてしか表現できないような都市でやるんですね。そういうことが書いてあってね、いやー、このなんていうかね、天国理解というかね、そういうことについてね、もう一度このまあ洗い直されるというかね、いうまあ経験をするようなまあ書物ですね。そしてまあいろいろこういう関係でね、ジョージ・ラートの本なんかも、私たちはね、死んでですね、肉体の上でたまに天国に行くと、そしてそこで永遠にハレルヤハレルヤというね、でそういうこの天国観というのはね、この全面的にある意味正しいかもしれないけど、全面的にこれはですね、もう聖書的と言えるんだろうかというね、でそういう議論があるというのは、この神様のですね、栄光の舞台というのはね、神様の作られた非造物世界であり、そこにね、で神の御心に生きる人間であるね、この非造物性、非造物世界ね、神様の人間ね、そういうまあ舞台で神の栄光が表されているね。だからこのまあ、言ったらそういう神様さんの御心が罪と堕落によってですね、虚しいものとされたけどもですね、しかしこのね、この食材によってね、救われたものは完成して、そして新しい天と地ね、しかしこの
この古い被造物世界と新しい、まあ、新天神という被造物世界との連続性と非連続性と何だろうね。まあ、アルマ神学者なんかはですね、このどう言いますか、古い世界の物質というのは、なんか炭の塊のようだ、ね。じゃあそれがですね、まあ、あの高温で高圧にかけられるとですね、このダイヤモンドに結晶するというね、そういう科学の世界があると思って、そういう、まあ、いたらこの、まあ、あの変貌があるんじゃないかというね、こういう描写する人もありますけども、で私たちのですね、この肉体的な存在というものがですね、非動物性というものがこの再臨の後の復活の過程を書き捨てられるということで、千年後は地上に展開される、そして新しいページとして新天神地が開かれるということの中に、私たちのこの肉体性というかね、非動物性というものがですね、今の非動物性とですね、新天神非動物性とどういう連続性と非連続性があるのかというね、こういう、まあ、言ったらことがですね、神学の世界では、まあ、言ったら探求されているというね、ことなんですね。だから単にですね、その一つの、まあ、言ったら局面として正しいかもしれないけども、イエス様真意で、ね、死んだ後にですね、天国に帰って晴れるやーって、ね、永遠に晴れるやーというね、こういう、まあ、言ったらそのだけのですね、描写というのはですね、どちらかというとこの、まあ、神学者なんかの世界ではですね、ギリシャの、まあ、言ったらこのグノーシスの、まあ、思想というのはですね、そういう肉体という牢獄を離れて霊魂が自由にされてね、この永遠の世界でですね、この、まあ、喜ぶという描写があるんですけども、そういうグノーシス主義の影響というのはですね、その捉え方にですね、あるのではないかというね。だからそのまあ全くながらな、あキリスト教会の中にあるそのグノーシス主義の克服というのはですね、非常に深いものがあるというね、ポイントでこういう、まあ、テーマが一つ扱われているんですね。だからまあ私なんかもどっちか非常に素朴なね、まあ、まあ先の創造論で言えばまあプレクリティカルなね、なんかそういうこのイエス様して天国に行ってハレルヤという、ね、そういうだけのまあ理解だったんです。まあ、やっぱ神学をやっていくとね、やはりこのね、このイエス様のね、復活の体、栄光の体のですね、こう事実性と、で私たちのですね、同じ形ですね、しかし一体的に復活の栄光の体としてね、やはり地上にね、イエス様降りてこられる、そして千年王国ね、支配、で千年王国と神殿神教はですね、重なり合うように中央に植えられてますからね、この関係はどうなるかというとはっきり明示されてないわけですけどね、しかしこのまあ人の捉え方としてはですね、この新しい天と地というのはですね、新しいこのまあそういう地球のような捉え方というかね、そういうようなものは一つまあ水平線にこう地平線に見えるというね、ことは、まあ、神学の領域であるんですね。だからそういうまあほんでまあこのそういう連続性の中で考えていくときにね、私たちに与えられた非造物世界の管理者としての人間のまあ言ったら神の御心ね、それをまあ言ったら非常に搾取したりね、罪の中でですねこの痛めつける、そういうまあ言ったら人間の歴史があるわけです。しかしね、それがですね新しい形ですね、このまあこの調和に満ちたね、新しい天と地の中での管理者としてね、このまあさらにエデンの園の現象的な形なしに、このね新天新地ね、新しいエルサレムというね、そういうさらに成熟した形でのですね、この永遠の世界の展開というね、でこういう流れの中で一つまあどう言いますか、この破壊的なね、今の世界はもうこのごちゃごちゃになって、そしてまあある時にまあ滅んでですね、バーッとこうなんかこの別世界に飛び立つようにね、ラッドなんかの描写によればですね、季節が来てですね、渡り鳥が一斉にですね、ブワーッと南の方向にね飛び立つようにね、
描写するですね、霊魂の救いという理解というのはですね、どうなんだろうかね。そうではなしに、こうどういうか、この私たちの管理者としてね、私は地上でね、救われた御心に、そしてこのさらに新しいね、洗礼を神殿の中でまたこの遺伝に勝ったね、そういう世界の中でまた管理者としてね、生きるというね、そのことの中に言われているのがね、この自物性ね、自物性というね、まあこれはファンルーラーという人のね、終末論の中で、まあ、マクダレンを研究されてね、だからこの聖書の人間観というのはね、霊魂中心というよりもですね、このもう私たちのエリクソン人間観でありますけども、この一体としての生まれた人間観ね、この肉体に息が吹き込まれたという、ね、そういう人間観ね、人間がですね、いくつもに分かれて霊魂があってですね、この部分が救われてこっちはまあね、滅んでしまうので、こういうふうに話してですね、聖書の人間観というのは非常に統一的で、統一体としてのコンディショナルユニティとしてのね、そういうまあ一時的な分離があるけども、本来のあり方はそういうですね、この一体的な人間観ね、そしてこの一体的な、そういう非造物世界と人間の関係ということの中でですね、この問題というものは考えるべきだということを、まあ、この復活の体、栄光の体のね、そしてこの、まあ、創造の教理ね、この関連の中、終末を考えることの中にあるというね、ことですね。で、そういうことの中でですね、最近非常に出てきているのはですね、創造とね、地上に私たちの生き方、そして終末における完成ということでですね、このエコロジーの神学というね、福音主義的エコロジーのマシンね、まあ、エリクソンの中にこういう本があるわけですけども、要するに神様の御心によってこの美しい地球がですね、与えられた、ね、そしてその中で、まあ、非造物たる人間管理者として語られた、ね、で、私たちはこの世界の中でですね、やはりこの世界をですね、この搾取するんじゃなしにね、この自分の体を慈しむようにこの世界を管理するというね、でクリスチャンであってもですね、非常にですね、そういう相対的な捉え方ができない場合はね、非常にまあ言ったらこの世界はどうせ滅ぶんだからということで、まあ、非常に搾取的な考え方をねする場合があるわけで、だからこの環境問題への取り組みの中で非常にまあ言ったら聖書のメッセージがそういう視点からですね、創造の教理も回復してきているし、終末の教理も新しい光を帯びているというね、だからまあ言ったら私はね、そういうことを考えるとですね、まあ、最近まあ地域でね、分別収支が非常に細かくなってるんですよ。でプラとかね、あるいはこの紙とかね、いろいろまあ瓶とかこうプラスチックの前でこういう、これでもね、キャップとこのカバーはね、これは別なんですよ。でこれを分けてやるんですね。まあ邪魔くさいことなんですけどね。しかしね、そこでね、私はね、こうしてね分けるときいつも思うのはこの教理ですね。クリスチャンとして私はね、神の御心に生きるというね、ことは何だろうね。そしてこの神様与えられた地球をね、本当に何と言いますか、この健康なね、体にするように何かこう協力しないといけないんじゃないかってね。だからこのまあその物の扱いとかいろんなことでもそうですけども、熱心な信仰なんだけども、生活面ではですね、非常に環境破壊的ということもあるわけですよね。まあいろんな局面でね、やっぱそれはやっぱりね、非常にまあある面まあ罪深い生き方というかね、はい、合ってるというかね、まあそういう面でこうどう言いますか、まあこの
活の体というものをね考えるときに、まあ、そういう、まあ、他との協力との関係の中でね、まあ、こうね風呂敷を広げるようにね、この施策を領域を広げながらまたこのことをね、まあ、考えていただけたら、まあ、いいかなということですね。そしてこの イエス様の皇居の、まあ、終着点としてですね、この地上を離れ道と場所の回復とね、そしてそれは単なる地理的なところではない、ね、地上における痛みや苦しみもはやない場所ね、で地上を離れられる、まあ、2つの、まあ、理由としてですね、我々の将来のですね住まいを準備する、でまた聖霊を送るためにね、そしてこのそれはここは栄誉と力の場所ね、で最後ですね、皇居のゴールは再臨ね、戦後進展進出だね、そういうまあね再臨の時勝利は完全なものになるね。ね、まあ駆け足でしたけども、まあ、イエス様の御業のね、まあ、を、まあ、クロノロジカルといいますか時間的な流れでね、こういう、まあ、顕微と皇居というね、こういう、まあ、流れで、ね、で同時にまあ前も言いましたけども、ね、ね、この教理をですね、自分の人生に当てはめてこれをまた見るというね、そういうまあこうね、領域をね耕してここから豊かな、ね、メッセージを、まあ、取り入れていただきたいと思いますね。一人一人がね捨てるものも違うだろうしね、一人一人が会う苦難も違うんでしょうけども、ね、しかしね、この神様が、ね、そして御霊が導かれるコースはですね、私はこういうコースだと思うんですよ、私はね、これは。どんなに外側がね、いろいろな形をとっていてもね。もしですね、こういうコースでなかったら、私はですね、それは肉の道ではないのかということをね、再検討しないといけない、そういう、まあ、事柄ではないかなと、これは思うんですね。だからそういう面で私は神様は、ね、本質的、原理的にね、まあ、公平な方だと思う。救い、私の救いに来て、そして、そういう本質と原理においてはですね、誰も変わらず、そういうコースに生かされるとね。そういうコースの中でですね、私たちを、ね、この純粋なね、この金や銀のようにね、整えて、そしてこのね、この高みの座にね、やがて引き上げてくださいね、ということですね。だから神様の通される道と、報いの、まあ、この計りをね、勘違いしないようにね、しないといけないというのがね、この教理の、まあ、大事なポイントでございますね。そしたらまあ切れ目がいいので、10分間だからね、休憩して、そして、まあ、時間的に役割が扱う時間がないので、食材論のね、さまざまな食材論について10分間休憩します。